처음에는 이렇게 좀 다정하게 일본에선 보조 출연자가 필요할 때 스태프들이 직접 출연하기도 한다. 오늘은 통역 담당인 강상이 출연하기로 하였다. 반대로 찍으실 거예요? 제 얼굴 모자이크 되는 거죠? 걱정하지 마. 조핑크 감독은 평소 후배들에게 책임감과 의리의 상징이라서 오늘도 후배들은 그를 믿고 전혀 걱정 없이 따른다. 이런 게 업계 포상인가? 오늘도 역시 웃음이 끊이지 않는 촬영장이다. 이번엔 사토미와 이야기해보았다. 수즈키 사토미です. 4살で この教会にもかれこれ 10年近くいるかなみたいな感じです。 なので作品もいっぱい出てます。 よろしくお願いします。 理想のタイプみたいな感じですね。私はね、優しいのは当たり前なんですけど、紳士的な人が好きかな。 SNSなどをちょっと、調べようとしたんですけれども、全く見当たらなかったんで、別に SNSのスキルとかしない理由とかありますか。豆なんですね。その私のやつググってくれたんですか。ありがとうございます。じゃあ私が豆じゃないんですよ。すごい船部署で、プライベートの方のアカウントとかもいくつか SNS 持ってるんですけども、読む専門で、 ちょっとあんまりね、自分のこと書くのは得意じゃないの。あとあんまり自撮りとか全然しなくて。それでみんな女優さんね、 SNS やってるけどすごいなと思って。ね、別にね、あの NG とかではないんですけどね。あの、すいません。多分その長い間その活動をしましたので、多分その、普段歩いてる時とか、その、周りの人とかが、その、 見て分かるような場合とかがあったりしたんですか。あ、さとみさんだっていう。あのね、3回くらいありますね。道で声かけられるみたいなことですよね。あ、そうですね。それで、ね、その場合はまあどんな風に処理対処とかしたんですか。最初は一番最初は新宿かなんかで 飲んでて、で友達が酔っ払っちゃったからコンビニに何かを買いに水か何かを買いに行った時にコンビニで声かけられたんですよ。でも急いでたから、とりあえずありがとうございますって握手してさーって戻りましたね。であとはまあ道端、その人はあの 声かけるのが仕事な、まあ違法なんですけど、あのスカウトマンさんってわかりますかね。あの AV とか風俗とかの仕事しませんかっていう人、ああいう人がその普通に話しかけてきて知ってますよみたいな感じで言われたんで、ありがとうございますみたいな、仕事を探してませんよねって言われて、はい探してません大丈夫ですみたいな感じでしたね。 そういう感じ。でもなんかあの本当にプライベートの時って多分気づいてもファンの方って声かけないでいてくれてるみたいなんですよ。なんか私のなんかあのなんていうか、2ちゃん、2ちゃんネットのスレッドみたいなやつがあって、で私の目撃情報がちょいちょい書かれてるんですけど、あ、それは本当に私だみたいな。 声かけないでくれている人も結構いるみたいで、それはありがたいんですけどね。まあ一人の時とかだったら大丈夫なんですけど、まあ私のこのねエロのお仕事知らないお友達とかたくさんいるので、ね、それははい、あの一人の時だったら別にあの声かけていただいても大丈夫ですなんてね。<笑>まあインタビュー的にはいいね、以上なんですけれども、はい、ちょっとその これ多分見てるんですよ。このインタビューの時は、はい、大体その感じになったと思います。それでちょっとその感じで、カメラに向かってちょっと最後の質問をします。はい。
私はね、まさかね、韓国でもその皆様に見ていただけてるとは全然ね、ちょっと前まで思ってなかったんですけど、いや、本当に嬉しいですね。日本の AV 女優さんたくさんいますけど、その中でもこう私の作品を手に取っていただいて本当に嬉しいです。これからもよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。시청해주셔서 진심으로 감사드립니다. 행복한 하루 되세요. 독구독구 자판기TV였습니다.